皆さんこんにちは、くるくるくるです。先日は私のマリオメーカー100問記念の動画にたくさんコメントをお寄せいただきまして本当にありがとうございました。これからも頑張っていきますので、皆さんの変わらないご応援の方、ご応援って変ですよね、よろしくお願いします。さて今回はいいねランキング世界の難しいから The Auto Scroll Jump、RJ さん MM7752秒でクリア率 6.69% ですね。こちらのコース遊んでみたいと思います。まあ、難易度難しいのコースなんで、何回かやればヒント、プロペラが何何これ、矢印が右と上になったよ。どういうことだ。はいはい、どういうこと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 。待って待って、なんかよくわかんないけど突破できちゃったから、いや、なんか絶対これ違うでしょ、クリア方法っていうか突破方法。いいのかなこんなんで、絶対良くないと思うんだけど、絶対良くないと思うんだけど、いやー来ちゃった。これ本当にこの方法でいいのかな、絶対違うような気がするんだけど、まあ他に俺の腕じゃクリアできる方法が思いつかないから、まあしょうがない、これでやっていきましょう。よっしゃ、ここだね、さっきやられたの。ここはギリギリまで引きつけてからやんないと高さ的に間に合わない。 CP って何、チェックポイントか。違った、あ中間だよね、合ってた合ってた。よしいただきます。でまたいるのね、ブラックパックンさん。あー厳しい、あれ高さが上がってる、今度は。そんなことない、いやでもなんかこれで合ってる気もしてきた。中間以降の場所にはあのプロペラがないじゃないですか、だからやっぱりこれでしか行けないと思う。はい、うん合ってる合ってる。よし、下に来たよ。あれ、あーなるほどね、これは上が正解だったのか。上にも行けたけど、まあ、オッケー、マリオタイム。クリア方法多分これで大丈夫ですよね。上にも行きたかったな。皆さん腕に自信のある方はぜひ上ゴールを目指して遊んでみてください。なかなか面白いコースでしたね。こういうの珍しくていい感じ。それでは次のコース遊んでいきましょう。はい、お次はこちらですね。シンプルに行くぜ。スピードラン40秒。シンプルなスピードランは大好きです。シンプルですね。うん、今のところシンプル。この最初の3段ジャンプ叩くタイミングの場所が近すぎて焦ったけど、でもまあ、うん、大丈夫。1、2の3狩り、あと、クリーンかな。あそこは一回クルリーンを入れないとまずそうな気がしたんですが、え、待って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 、どういうこと、どういうこと。あれはただ足場にしていけばいいのかな。これクルリーン入れないとやっぱりきつい。よいしょ、こうやったら 1,2 の3ガリアット、はい 1,2 の、うん、あれ足場だよね、パウブロックは投げるんじゃなくて。でもな、難易度、あ、難易度見てないんだ、そういえば。これでいい？はい、あー、まあ、いいか。ちょっとグだったけど、オッケーオッケー。中間は、まあないよね。わからなかった。今度は上の雲を乗り継いでいくのね。了解了解、オッケー、わかりました。ここやっぱりクルリンがいるな。ないっすよ、言い訳はしないっすよ、くるくるくる。よいしょ。はい、お邪魔します。だいぶうまく決まってきましたね。おし、はいはいはい、これ一マスしか離れてないんじゃ、こうやっていくしかないじゃん。え、なにこれ、スピンジャンプ、嘘でしょ、わからないって。そんなの、ここは無理無理、せめて一マス空いててくれないと無理。こう、わからないって。だから次どっちに行けばいいのかが分かりにくいよ、このコース。
シンプルだね。確かに上にどんどん登っていく感じですもんね。オッケー、今の気持ちいい。こう来て、ほーい。ほい、ほい。ちょっと速くなった。オッケー。スピン。スピン。からの上、上。こっち、ほい、ほい、ほい。お邪魔します。残り15秒。右だと信じているけど、合ってるかな？合ってるかな？どっかに補充の下はあるのかな？ってるかな。どっかに落とし穴なんていうオチはない。おお、扉があった。ゴール。イエー、シンプルイズベスト。これは、あ、落ちるのね。落とすのかよ。はあ、なんとかクリアできたけど結構難しかったな。スタート地点のところのパウ、あそこが一番難しかった。シンプルに行くぜ。スピードラン40秒、ベストタイム、やったね。いいねして次のコースを遊んでいける。はい、お待たせいたしました。次はなんといいねランキング国内簡単から遊んでみました。実況者さんでね、簡単から選んでる人はなかなかいないと思うんで、差別化のためですよ。ダッシュ演奏、マリオでよく聞く音、クリア率 74% の37秒、謎人さんという方のコースですね。よろしくお願いします。まあ、キープラン、走り続けてみましょう。体が動くね。え、今のクッパなんで倒せたんだろう。イエーイ、マリオでよく聞く効果音特集の演奏コースでしたね。なかなか目新しいね、こういう演奏コース。ダッシュ演奏はマリオでよく聞こうと、謎人さんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。はい、今日の最後、セイガンさんのスピランコースを遊んで終わりにしましょう。お手軽50秒スピードラン、イージー。最後に某有名ギミック付き。なんだろう、某有名ギミック。まあ、思いつくのはファントムジャンプとか、その辺なんだけど、ファントムジャンプのコースは確か、セイガンさん削除したんですよね。なんだろうな、これ今、ほとんど走り続けてるだけなんだけど、こっちか。ここは戻って戻って、下の扉にお邪魔します。まあ、この安定の折り返しからの、そろそろピンセッチの効果が切れちゃわないか心配になりながらのパウを投げて、キックドロップ、オッケー。キャンセルとか全然してないけど、まあ大丈夫なんでしょう。あ、これ3段ジャンプだったのかな今の。まあ、しなくてもいける。さすがにイージーというだけのことはあるんですが、これはスピンだね。からの、おお、出た。このスピンが、スピンが落ちてくるってなんだ。バックンが落ちてくるやつなんかでもあったね。3段ジャンプ1、2の違った。お邪魔します。そして右に走り続けていくで、これかマリオタイム。セイガーさんのスピードラン50秒コース一発でクリアすることができました。かなり詰まっちゃったけど、お手軽50秒スピードラン、イージー。最後に某有名ギミック付き。あれ、なんていう名前のギミックなんでしょうね。はい、そういうわけで今回も4つのコースですかね、やらせていただきました。また次回のマリオ動画で、マリオ動画？そうだよね、マリオメーカー動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録お済みじゃない方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コース募集も行ってますので、皆さんのコースどんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。